ご冥福を祈り、黙祷を捧げたいと存じます。恐れ入りますが、一席の皆様はご起立をお願いいたします。 黙祷を終わります。ありがとうございました。一席の方はご着席ください。していただきます。ご来場の皆様、本明川のせせらぎに思いを馳せ、本明川河川敷に並べられた2万3000本の万灯は約900人のボランティアスタッフにより今まさに火が灯されています。 今年は約21団体900名のボランティアスタッフにより万灯に火が灯されています。これより諫早3曲会による6段の調べの演奏が行われます。水害の翌年1周年慰霊祭の時から毎年演奏されているこの6段の調べは本明川のせせらぎを思い浮かべながら作られた名曲です。 本明川に響き渡る美しい音色をお楽しみください。 Thank you.
はい。水害犠牲者630名の御霊を表した万灯が本明川を流れる中、6段の調べをお聞きいただきました。ここからは現地の司会を交えてお送りいたします。挙行するにあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今月初旬には台風8号の接近によりまして災害が心配をされましたが、特に大きな被害もなく本日を迎えることができましたことを幸いに思っております。一方、甚大な被害をもたらしました東日本大震災から3年4ヶ月が経ちましたが、今もなお行方のわからない方々のご家族をはじめ被災されましたすべての方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興を祈念申し上げます。さて、今から57年前の昭和32年7月25日、諫早地方では一昼夜の降雨量が1000ミリ以上とも言われる記録的な豪雨となり、本市におきましては死者行方不明者630名という尊い命が一瞬にして奪われました。諫早市を貫流する本明川は上流部で山津波を起こし、土石流が河川をうずめ市街地に氾濫し、市内の全域にわたって未曾有の大災害をもたらしました。この諫早大水害は日本の災害史上にも残る局地的な豪雨であり、これ以降集中豪雨という言葉が使われるようになり、諫早大水害の雨量は現在でも語り続けられております。また昭和57年7月23日に発生いたしました長崎大水害でも河川の氾濫土石流により諫早市民21名の尊い命が奪われております。犠牲となられました御霊に対し皆様と共に哀悼の意を捧げ、永遠の安らぎをお祈り申し上げたいと存じます。この諫早万灯川祭りの日は私たちが水害の惨禍を再び繰り返さないという決意を新たにする誓いの夕べでもございます。諫早大水害の後本明川は大きく拡幅されましたが、それでもなお洪水の不安から解放されたわけではありません。従いまして国の直轄ダムとして上流部に計画されております。本明川ダムの建設は市民の生命と財産を守る治水対策として必要不可欠なものであり、今後とも国に対し本明川ダムの一日も早い完成を要望してまいりたいと考えております。
国土交通省並びに長崎県におかれましては、長年にわたり河川改修をはじめ治水対策に多大なご尽力と ご協力を賜っており、諫早市民を代表いたしまして厚く御礼を申し上げますとともに、一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお諫早万灯川祭りの実施にあたりましては、本名川の清掃作業や万灯の点火に数多くのボランティアの皆様にご参加をいただくなど、さまざまな形で市民の皆様に支えていただいております。この場をお借りいたしまして心から御礼を申し上げます。また本日はお忙しい中にもかかわらず、友好交流都市であります島根県出雲市の長岡市長、国土交通省九州地方整備局の古賀河川部長様をはじめ、多くのご来賓の方々にもご臨席をいただいております。改めまして感謝を申し上げたいと思います。これからも市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、諫早市の安全安心な街づくりを進めてまいりたいと考えております。最後になりますが、母なる川本名川の静かなることを願い、諫早市の発展と市民皆様方のご健勝を記念申し上げまして挨拶とさせていただきます。平成26年7月25日、諫早市長宮本、ありがとうございました。担当は約900名に及ぶボランティアの方々が設置や点灯等に協力していただいております。このような温かい心が万灯川祭りを末長く続けていく原動力となっており、ひいては若い人々に郷土愛を育み伝えていく源となっているのではないかと思います。皆様方には心より感謝を申し上げます。最後になりましたが、この万灯川祭り開催にあたり、国土交通省長崎河川国道事務所、諫早警察署、諫早消防署をはじめご協力を賜りました関係団体各位ならびに市民の皆様に心からお礼を申し上げご挨拶といたします。平成26年7月25日、諫早商工会議所会頭黒田隆夫。次にこの本名川の管理者として、国土交通省九州地方整備局河川部長古賀俊幸様にご挨拶をお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました国土交通省九州地方整備局河川部長の古賀でございます。一言ご挨拶を申し上げます。第57回諫早万灯川祭りに際し、諫早大水害において犠牲になられました皆様のご冥福をまずは心よりお祈り申し上げます。この諫早万灯川祭りは諫早大水害の水難者のご冥福をお祈りし、悲しみを忘れず川を愛し安全で美しい町づくりを進めることのご趣旨で始められたと伺っております。半世紀以上を過ぎた本年も、市民の皆様のご尽力によりこのように盛大に開催されますことに心より敬意を表します。本名川は長崎県で唯一
国が管理している河川であります。国土交通省の前身である建設省は諫早大水害の後に本名川工事事務所をここ諫早に設置し、その後長崎河川国道事務所となって、災害の復旧や川の本格的な改修を進め、一定の安全性を高めてまいりました。しかしながら未だに諫早大水害当時の大雨に対しまして、安全と言えるまでの整備の水準には至っておりません。本名川ではここ10年余り大きな水害は起きておりませんが、3年前の平成23年には時間100ミリを超える集中豪雨があり、急激に川の水位が上昇し危険な状況となりました。また今年も今月3日には諫早市内で時間80ミリの大雨を観測したところでございます。このような集中豪雨災害等に対する防災減災のため、計画的な堤防の整備、上流でのダムの建設などを進めていくほか、川の水位などの情報をお知らせして防災マップ作りのお手伝いをするなど、ソフト対策も進め、市民の皆様のさらなる安全安心の確保に努めてまいる所存でございます。最後になりますが、私たち九州地方整備局といたしましても、防災への誓いを新たにする諫早万灯川祭りの思いが着実に後世へと引き継がれるよう、潤いのある魅力的な川づくりを進めてまいりますので、引き続き市民の皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願いいたしまして、簡単でございますけれども私の挨拶とさせていただきます。平成26年7月25日九州地方整備局河川部長小賀俊之。ありがとうございました。今後とも本名川の安全につきましてはよろしくお願いいたします。
。